woke up in the morning with a yawn. Yes, I'm a early bird, yo. 今から始まる So every day this brand new version of me。いいぞ、クリエイティビティ、フローが湧き出てくるこの感覚、これいわゆるゾーンにインしてる状態。行くぞ、コネクティビティ、夜更かしきで入れたストロートティーで脳をスローリーオンしてる状態。 A to the S to the A to the No HIZA shit、 何かが始まる兆し、一流の吉兆を逃すな、そういつもここから Brain のニューロンズは総動員して動き出す、この思い描き出す青写真。早起きは三本の徳ってのよく言ったもんだ。まさに一つ目の徳実践してるぜ、もうとっくにさ。為末氏が語った可塑性と忘却、 AI 時代に人間が持つべき能力。 It is not the strongest of the species that survives, not the most intelligent that survives, it is the one that is most adaptable to change。 ダーウィンの言葉の引用から始まる視野に富んだ考察、人間の最大の能力イコール環境に応じて変われる力と過去の自分を忘れられる力、まあ、ここでは詳しく触れないから死の言動に着目な、うん、さてど話を身近に戻そう、手短に話すつもりだ。心にグッときたある友人の言葉、決して負けない人生、不屈のメンタル、 So an invisible will、 だがそれは奇弁なんかじゃない、だって周りにマウントされたくらいで終わるわけがない Your life。そうだろう、だって息してる限り君は限らない。 Everyone's different and I respect that。 朝の日差しに焦がれて、夢の間に間に憧れて、一緒に朝の日差しに焦がれて、夢の間に間に憧れて、朝の日差しに焦がれて、夢の間に間に憧れて、